よ。奥義さん。呼ばれもしないのによく来ますね。仕事の依頼だ。お前の助けがいる。また手を組もう、ヒロシ。いやだ。俺も警察犬やめたもんね。まあまあ、とりあえずお茶でも。ああ、すみません。今お茶碗切らしてるんで、炊飯器ダイレクトでいいですか？お茶漬けか。ちょうど腹が減っていたところ。ドン・バレンティーノ？イタリア系マフィアのボスだ。偽札作りに関して高い技術を持っている。ユキチ以外は完璧にコピーされている。俺も娘の1万円札を作ってもらいたい。ヒロシは5000円にしてもらおう。バカか。ねえ、二人の世界から帰ってきて。奴らのアジトを突き止めた。ヒロシ、お前の力で奴らの悪事を暴いてくれ。バレンティーノの毛の色は？イタリアのマフィアのドンなんて高貴な毛初めてだ。こんな感じ。よせよユータ。稲葉さん、危険すぎます。止めるな毛。未知なるキューティクルによだれが止まんねえぜ。木造平屋。バレンティーノ、いるんだろ。逃げたか。いや、声は聞こえる。警察呼ぶでやろう。警察だ。ヤギですよ。あ、おっと、遅い。いきなり撃ってくるとは。全員ここにいろ。はい、パパ。助手殺す。わかんねえな。これだけの印刷技術を持ちながらなぜ本物を盗むんだ。諭吉のおひたしです。うん、涼しげな一品であろう。ではドン、失礼します。金に逼迫してるだけあって怒りが半端ねえな。頼むぜユータ。牢獄入り決定だ、バレンティーノ。シークレットドーベルマン。狼。誰が来ても決して開けてはいけませんよ。お母さんですよ。トロピの小焼きの敵。ロレンツよくも。オギさん、復活が半端すぎる。あの男がいては分が悪い。引きますよ。覚えておれ。重大考慮しねえよ。え、免許持ってないの？だからヤギってなんだよ。